安倍道春は、日本の厚生官僚、実業家、一般社団法人製薬学友会会長、厚生省医薬安全局安全対策課課長、厚生労働省医薬局審査管理課課長、財団法人日本公定所協会常務、中外製薬株式会社常務などを歴任した。静岡県により設置、運営される静岡薬科大学に進学し、薬学部にて学んだ。同期には、後に実業家となる近藤隆らがいた。在学中は衛生科学教室に在籍した。1971年、静岡薬科大学を卒業した。1973年、厚生省に入省した。厚生省では薬務局にて経済課や企画課の課長補佐を務め、医薬安全局では安全対策課の課長を務めた。厚生省と労働省とが統合され、2001年1月に厚生労働省が発足した後も、医薬局にて審査管理課の課長を務めた。2003年に厚生労働省を退官した。厚生労働省退官後は、財団法人である日本公定所協会にて理事となり、同協会の常務を務めた。その後、執行役員として、中外製薬に移り、同社の常務と信頼性保障本部の統括、及び本部長を兼務した。信頼性保障本部の組織変更後は、執行役員として、常務と同本部の本部長を兼務している。その後、横倉照夫の後任として、2020年に一般社団法人である製薬学友会の会長に就任した。任意団体時代も含めて通算すると9人目の会長となる。また、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される静岡県立大学においては、薬学部の客員教授を兼任している。2007年、参議院厚生労働委員会での審議において、小池晃と柳沢白鸚との質疑応答の際に、安倍の経歴が話題に上ったことがある。ありがとうございます。